シュボレスはインターネット2のミドルウェア構想の下で連合アイデンティティによる認証認可基盤のアーキテクチャとそのオープンソースによる実装を創出するプロジェクトである。記述にはセキュリティアサーション、マーク付け言語を用いる連合アイデンティティによってあるセキュリティ領域での利用者情報を連合に属する他の組織へ提供することができる。これによって 複数の領域にまたがるシングルサインオンを実現でき、コンテンツの提供者ごとに利用者名やパスワードを保守する必要がなくなる。アイデンティティプロバイダが利用者の情報を提供し、サービスプロバイダがその情報を利用して保護されたコンテンツにアクセスできるようにする。英国情報システム合同委員会が公開している連合アイデンティティの紹介ビデオでは、 その中心概念を解説するためにシボレスを取り上げている。なお、シボレスとは、ヘブライ語聖書の逸話に由来し、自国の特殊な発音を要するフレーズを読み上げさせることで、相手が敵国人のスパイかどうかを判別するのに、用いられた中世ヨーロッパの防御技法の一種である。シボレスプロジェクトは2000年、教育向けミドルウェアアーキテクチャ評議会で、様々に異なった認証。 認可基盤を持つ組織同士で資源を共有する際の問題を処理する作業部会として発足した。開発に先立ち1年以上をかけてアーキテクチャの策定を実施した。アルファ版、2回のベータ版、2回のポイントリリースを配布してコミュニティによるテストを受けた後、2003年7月1日にシボレス1.0版を公開した。 シュボレス1.3版は2005年8月26日に公開され、その後数回のポイントリリースが出た。シュボレス2.0版は2008年3月19日に公開された。シュボレスはウェブ上の技術であり、サムルのプロファイルを投入するための HTTP、ポストリクエスト、データ構造、属性を実装している。アイデンティティプロバイダとサービスプロバイダという、 コンポーネントで構成される。シボレス1.3版は、技術概要、アーキテクチャ文書、適合性文書に基づき、サムル仕様1.1版の上に構築される。シボレス1.3版典型的な利用形態は次のようなものである。利用者はまず、シボレスによるコンテンツ保護が有効になっている、ウェブサーバーの上の資源にアクセスする。SP が、 この利用者のアクセスにのみ使用できる認証要求を作成する。これは要求者のサムル実態識別し、アサーションが消費される場所、利用者が戻ってくるページを、クエリパラメータに入れた URL で、ウェブブラウザを通じて渡される。利用者は、自組織の IDOP、または、w i f サービスに、リダイレクトされる。リダイレクト先が w i f だった場合、自組織の IDOP を選択すると、 さらにリダイレクトされる。利用者がシボレス外のアクセス制御機構で認証する。シボレスが一時的なハンドルを含むサムル1.1の認証アサーションを生成する。このハンドルによってイドップが特定のウェブブラウザの利用者をすでに認証できている資格と関連づけて認識するようになる。利用者の情報がアサーションの消費者になる SP のサービスに送信される。 これには HTTP のポストリクエストを使う。SP はアサーションを消費し、i d ッ p の利用者属性サービスに属性要求を送信する。この要求には利用者自身の情報を含んでいなくても良い。i d ッ p が属性アサーションを送信する。これには SP に委任される利用者の情報が含まれる。SP が属性情報に基づいてアクセス制御を決定する。 または、アプリケーションに情報を渡して、アプリケーション自身に決定させることもある。シュボレスは、このような基本形態に変更を加えた、様々な運用形態に対応している。例えば、ポータル型の処理ができる。IDOP が、自発的にアッサーションを作成し、SP への最初のアクセスの際に送付するのである。また、セッションの遅延確率も行える。何かのアプリケーションで、 コンテンツ保護が必要になった時点で、そのアプリケーションの決定した方式で認証するので、ある。シボレス1.3版以前には、組み込みの認証機構がないが、Web に基づく認証機構であれば、シボレスに利用者データを渡すことができる。このような目的に用いられる、システムの一般的なものとしては、CAS や PubCookie がある。Edop で Java コンテナを実行し、その認証、 SSO 機能を使うこともできる。死亡レス2.0半、死亡レス2.0半はサムル標準2.0半の上に構築される。死亡レス2.0半のイドップではサムル2.0半の受動認証要求や強制認証要求に対応した追加の処理を行わなければならない。SP がイドップに対して特定の認証方式を要求できる。死亡レス2.0半では他に 通信の暗号化に対応している。またセッションの期間を初期値で30分としている。絞れずのアクセス制御は、IDOP が渡す属性を SP で定義している規則と称号することで実施される。属性の一つ一つは、利用者に関する情報の断片である。利用者自身の情報とは、属性の集まりのことであり、属性は、明示的な要求がある時にしか受け渡されないため、 利用者の個人情報を保護できる。属性は Java で記述したものであったり、ディレクトリやデータベースから取り出したものであったりする。最も広く利用されるのは、標準的な X520 の属性だが、IDOP と SP がトランザクション中に解釈できるものでありさえすれば、新たな属性を任意に定義できる。領域間の委任は、公開鍵暗号とプロバイダを記述する。 メタデータを用いて実装する。引き渡す情報の利用範囲は合意によって決める。こういった関係は連邦化を利用することで簡素化されていることが多い。連合は共通の利用規約や契約に同意した多数のプロバイダを集約したものである。シボレスはオープンソースであり、アパッチにライセンスの下に提供される。その他のざまな拡張機能、例えばシャープやグリド支部は、 たた団体が寄贈したものである世界の多くの国々で連合が形成され、サムルとシュボレスを利用した情報交換のための委任の仕組みが構築されている。多くの主要なコンテンツ提供者がシュボレスによるアクセスに対応している。連合に参加する学生教職員や部局の数は400万に上る。2006年2月、イングランド高等教育女性会議の 英国情報システム合同委員会は、従来のアシンズ認証システムから、シボレス技術によるアクセス管理システムへ移行すると発表した。ただその後、シボレスそのものではなく、連合によるアクセス管理ソリューションを講演するという態度に変わっている。ポラック、ミシェル、愛に、ニュース、インターネットにリリーシズプライバシー、プリザービングウェブオーザーイシングソフトウェア、 2007年11月28日閲覧シブレスにアベイラブル。2010年10月10日閲覧アキベレスアーキテクチャーテクニカルオーバービュー。2007年11月28日閲覧シブレスアーキテクチャープロテコルズプロファイルズ。2007年11月28日閲覧シブレスアーキテクチャーカンフォアマンスリクワイアメンズ。 2007年11月28日閲覧。ジスックアムンセス・ザ・デベロップメント・オブ・エーニュー・アクセス・マネージメント・システム・フォーザ・ユージョイント・インフォーメーション・システムズ・コミッティ2006年7月19日閲覧。ありがとうございます。